どうも、新作のクラッシャーと申します。ということで、前作、スパーキングメテオに参戦したキャラが今、続々と、最新作、ゼロでも参戦がね、決定してるんですが、まあ、前作と違って、まあ、ブラスト技がね、変わってるキャラが、まあ、ちらほらいたんですよね。ということで、今回は一部のキャラをね、ブラスト技をね、比較しながらご紹介しようかなと思います。で、今回使わせていただいた映像はね、概要欄に貼っておりますので、フルで見たい方はね、ぜひご覧ください。ということで、ごめんなさい、映像に行く前なんですけれども、技とかの英語翻訳してるんですけれども、もしかしたら技、まあもしかしたらじゃなくて、技の名前がね、間違ってる可能性がありますので、まあそこら辺は皆さんご了承ください。最初はですね、魔人ブー純粋から行きましょう。はい。ブラストとアルティメットブラストに関しては特に変わってないですね。続いて、ベジットですね。ベジットはですね、結構変わっておりまして、ビッグバンアタックがビッグバンキャノンに変更され、拡散フィンガービームという技が、ごめんなさい、ちょっとね、ここ英語翻訳なので、もしかしたら変わってるかもしれません。怒涛のラッシュっていうね。続いて、スーパーベジットですね。スーパーベジットももちろんめちゃめちゃ変わってます。スーパーカメハメハがビッグバンアタックに変わっていて、個人的に結構好きなビームソードスラッシュが、ファイナルカメハメハに変わってますね。そして、アルティメットブラストが、ファイナルカメハメハからビームソードスラッシュに変わってます。まあ、つまりあれってね、アルティメットブラストの技がブラストに行って、逆にブラストの技がアルティメットブラストに変わったような感じですね。ダメージを与えるっていうのはこうやるんだ。続いて、孫悟飯少年期ですね。多分、激烈マタンで合ってると思うんですけど、エネルギーブラスター弾幕に変わっています。その他は変化なしですね。スーパーサイヤ人は、ガラッと変わっておりまして、スーパーマセンコーがスーパーカメハメハに変わって、スーパーマレツ劇がスーパーアサルトコンボに変わっています。そして、アルティメットブラストの、スーパーカメハメハが英語翻訳なので、もしかしたら間違ってるかもしれません。うん。怒れるマセンコー。何なんだろう、これ。続いて、スーパーサイヤ人2、孫悟飯ですが、爆発的なラッシュですね。まあこれも英語翻訳なので間違ってるかもしれません。
ということで、続いてセルですね。セルはですね、第一形態、第二形態は特に変わってません。セル完全体がですね、メテオの時は連続デスビームだったものが弾幕デスビームに変わっています。まあそれ以外は変わってないですね。続いて、セルパーフェクトですね。パーフェクトはフルパワーデスビームがパーフェクトデスビームに変わっています。そしてパーフェクトコンビネーションがパーフェクトラッシュに変わってます。もうパーフェクトうるさいね、本当に。バグだ。お前に私は止められん。エネルギーをもらったぞ。やるか。そろそろ吸収させてもらおうか。やるか。最高のコスを味わって。死ぬのは貴様だ。来い。許さん。許さねえ。許さねえ。これで完全体だ。さあ始めようか。今こそ私と一つになるのだ。これが完全体か。素晴らしい。この私にバリアを使わせたとと。あっ究極の恐怖を見せてやろう。こいつは耐えきれるかな。さあさあさあ。
私もスピードには自信がある。地球ごと消えてなくなる。クーミーハーミー。そして最後、魔人ブー、アク、ゴテンクス、吸収、五感吸収、この3体ですね。プラストとアルティメットブラストに関しては特に変わってないですね。行け！どうしたのも！